こんにちは、はるです。今日はね、人気の韓国系モッパン YouTuber さんがみんな食べてるマーラータンを紹介したいと思うんですけど、あの日本にも食べられるお店があるので、そちらに行ってきたいと思います。それでは行ってきます。というわけで、今回やってきたのが池袋にある四川マーラータンというマーラータン専門店です。駅からはね、まあ駅自体が大きいんだけど、出口から歩いて徒歩3分ぐらいの場所にあります。で、店内にはこうやって大きい冷蔵庫に具材がいっぱい入ってて、これは韓国のマーラータン屋さんも一緒なんですけど、いろんな種類の具材の中から自分が好きなやつをチョイスして炒めてもらいます。で、ここは結構ね、お肉系、内臓系、ホルモンとかも充実してました。この鴨の血とかは韓国のマーラータン屋さんではあんまり見なかったかな。ブンモジャとかさ、そういうの聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。あのトギモチさんとかもよく食べてますよね。そういうやつはね、ちょっとここにはなかったけど、お餅、トッポッキのお餅とか、あとスパムとか、そういうものはありましたね。好きな具材を選んでいきます。本当に何でもよくって、で、具材は最低価格があって3つ以上選ばなくてはいけません。基本料金が480円で、それプラスこういうトッピング3種類以上選んで食べるから、だいたい880円、900円ぐらいを想像してもらえればいいんじゃないかなと思います。結構珍しいやつとかあってね、タッパルみたいな、あのもみじ、鳥の手とかですね。あとね、1個気になったやつがあったんだけど、これふうたま、ふうたまってなんだろうね、初めて見たんだけど、どんな味なんだろう。で、野菜は一番下の段にあって、まあ大体私はあのチンゲン菜とか小松菜とか、そういうのを選んでよく入れます。レタスとかはどうなんだろうなって、ラーメンに入るような感じだからね。で、これでスープを選ぶんですけど、と豚骨白湯とか全く辛くないやつもあります。人気ナンバーワンは真ん中の薬膳中辛となっております。で、薬膳大辛とか薬膳激辛になると結構ハードル高めなんじゃないでしょうか。中に入る麺かご飯を選ぶことができて、じゃがいもの春雨、さつまいもの春雨、ラーメン、ご飯、とうもろこし麺の中から一つ選ぶことができます。それではね、早速選んでいきたいと思います。お餅、トッポッキの薄切りのお餅、欠かせないですね。あと黒きくらげ、これも結構よく入れるかな。あとレンコン、シャキシャキしてて好きなのでよく入れます。あとチンゲン菜ですね。そして肉入りのつみれ、練り物系もね、どんどん入れていきたいと思います。結構いっぱい選んだ方が食べた時美味しいです。マーラールーロー、ちょっと分かんないけど角煮っぽいやつ美味しそうだったんで選んでみました。そして牛すじです。これも絶対美味しい。こんな感じですね。スープは中辛でトウモロコシ麺、こちらが出来上がったマーラータンです。ちょっとね、韓国と違くて中辛でも赤くなかった。韓国は基本的に中辛でもかなり真っ赤なスープなんだけど、やっぱりちょっと日本に合わせてあるのかな。おいしい、うん。横浜の中華街とかにもあったらいいよね。こうやって選ぶタイプのマーラータンって全然少なくない？もう韓国こういうマーラータンめっちゃ多いんだよ。食べてたら辛くなる。これ具材結構いっぱい入れた方が楽しいよね。牛すじ、もうちょっと辛く食べたいから唐辛子入れる。
辛いの入れたの美味しい、うん、ちょっと入れてみたら、うん、この唐辛子入れた方が韓国で食べたやつに近い、でこの角煮みたいなやつ、うん、汗がやばくないこれ、なんか汗が汗吹き出してくるよ、ラム肉でかっ、いや絶対唐辛子入れた方が好きなの、この団子肉入りって書いてあった、なんだろう、肉、見て、本当に肉入り、つみれにお肉が入ってる、给我那个数字可以吗？累。嗯。嗯。牛筋めっちゃでかい。嗯，好好。不是，你去那儿有活儿。对吗？喂，我说二十分钟可以吗？嗯。二韩国にもマラタンのお店めっちゃあるんだけど、すごい味がピンキリでさ、本店がかなり多いの。結構何店舗も行ったんだけど、ここ美味しい。それと比べても、なんか今更スープのこと言うけど薬膳だからさ、美味しくないこれ。なんか韓国で薬膳スープはなかったけど、それ普通になんかシンプルに辛いマーラータンって感じ。完食。汗だくで完食。というわけでマーラータン食べられるお店紹介しました。韓国みたいにこうやってね量り売りで1個ずつ食べられるマーラータンのお店って日本はまだそんなに多くないと思うんだけど、ここねすごい美味しかったです。私韓国にいた時もホンデで結構いろんな店舗で食べたんだけど、もうそれに負けないぐらいっていうか、こっちの方が美味しいぐらいすごい美味しかったです。で私が頼んだのが薬膳中辛だったかな、おすすめってやつだったんですけど、韓国で食べるのはもっと赤くてすごい辛くて、途中で唐辛子追加してその韓国で食べる味になったから、多分韓国で食べてた辛さが欲しかったらもう一個上の段階か、まあ後から唐辛子追加するとかしてもいいと思います。とても美味しかったのでよかったら皆さん行ってみてください。それでは今日はこんな感じです。人気の YouTuber さんがみんな食べているマーラータンが食べられるお店紹介しました。この動画が面白かったよという方はいいねやチャンネル登録、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。